湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え違う、もう一回湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく違う違うぐるぐるポンそんなぐるぐるポンじゃ魔力は湧き出さないぞ湧き出せエナジー泣くなここまでできてるからもうあとちょっとじゃやだよぐるぐるポンこうじゃないぐるぐるポン真央君はちょっと黙っておいてくれやりたくないよ困ったのもう一度わしがやってみせるからよく見てファイさくら頑張れ湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオン湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオンおやってくれるか勇者さくら湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオン違うんだよなぐるぐるポンぐるぐるポンぐるぐるポンこうじゃないぐるぐるポン真央くんこんなんで本当に魔力貯められるのこれを覚えないと究極化した魔王を封印するのは難しいじゃろうなねえ俺が代わりにやろうか勇者以外は封印する力がないからのやっても意味が切ねえぜまあ魔王を混乱させるくらいならできるかもね湧き出せエナジーぐるぐるポン湧き出せエナジーぐるぐるポン違うここがこうこうしてこう湧き出せエナジーぐるぐるポンぐるぐるポンもういいもう魔王なんてどうでもいいじゃあ俺がぐるぐるポン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 あポン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 ぐるぐるポンお主はうまいの湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオンいいね湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオン湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオンいいんじゃない今の湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオンカジンさんこれこんなのどうでしょうか天つく天つく消え消え天つく天つく消え消えそれ採用なんと意外な才能ね湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするぞよパワーオンあとこんなのどうでしょうかチャージするっちゃパワーオンチャージするっちゃパワーオン君はアレンジの天才だなありがとうございます俺もオリジナル作ってみようかなと思いますさくらもできてきたぞもうちょっとじゃ湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするっちゃパワーオン湧き出せエナジーぐるぐるポン天つく天つく消え消えチャージするっちゃパワーオンこれってできて何の意味があったんだっけ面相れここが私の秘密基地じゃで魔王と対決する前にやらなきゃいけないことって何良いか勇者さくら魔王が究極化してしまったらレベルマックスのお主でさえ倒すのは難しい
そうなの？それは私も気になってたの。で、何か策があるのよね、関心。何これ？ここに魔王を封印する。封印？強力な呪文が書かれたこの封印 USB メモリーなら魔王を閉じ込められる。このゲームにそんなアイテムあったっけ？いや、私知らない。こんなのあったっけ？ない、わしが作った。作った？そんなのあり？関心さん、あなたはただの占い師ってわけじゃないよね？手相占い師は表の顔、裏の顔はホワイトハッカーじゃ。ホワイトハッカーって何？ほら、ラーメンとかちゃんぽんにかけるこう白い粒が。それはホワイトペッパー。虎がこう白い毛のやつで、ホワイトタイガー。ドリアとかグラタンにかかってるこうホワイトソース。あー、無理してボケなくていいから。白いハッカー飴。ホワイトハッカーキャンディ。ハッカーは英語でミントです。真面目か。まああとは本当真面目すぎるのよね。そう。ホワイトハッカーというのは簡単に言うと正義のハッカーのことじゃな。もう10年以上勇者さくらのパパ風森氏と共に違法なハッキング行為を阻止してきた。全然知らなかった。風森氏の本業はゲーム開発者じゃが、ある時敵キャラとして AI を組み込んだ魔王のプログラムを導入したんじゃ。それが想定した以上に完成度が高くての、ネット上のありとあらゆる情報を食いつぶして自己成長を遂げ、ついには誰も倒すことができない最強最悪の AI 敵キャラプログラムに肥大化してしまったんじゃ。それが魔王。うん。でもその最強最悪の魔王をどうやってその USB に封印するっていうの？そのためにはまず勇者さくら、その他が魔王を上回る魔力を貯めなくてはならん。魔力を貯めることなんてできたっけ？魔法の踊り、魔力貯めダンスじゃ。魔力貯めダンス？それも関心オリジナル？何でもありなの？ハッカーにとってはたやすいことじゃ。でもなんかやりたくない。もうダメ、クタクタ。関心さん、特訓しすぎだよ。すまん、ついつい。さくら、大丈夫か？大丈夫だ。マジかよ。あ、いざ参ろう。マオト君、頼んだぞ。はい、じゃあ行きますよ。だぞ、魔王じゃ。ね、寝てるの？これってチャンス。